こもるのです。今日は家部秋の私が紹介する2023年秋の大本命コスメを紹介していきたいと思います。来ましたね、秋が。はい、もうなんかね、9月入ってから涼しい感じになってきたかなって思うんですけども、もうね、私も早速最近は秋メイク仕様でございます。で、まぁ、今回に関しては、今期の新作で集めたコスメと、あとは多分去年とか別のシーズンで買ったんだけど、これさえ持っておけばもう秋コスメは十分楽しめるんじゃないかなっていうものたちを今回は厳選して紹介してまいりますので、どうぞ最後までよろしくお願いします。それではレッツゴー。ちょっと順番的にこうメイクをする順番みたいな感じの流れで紹介していきます。もう一番最初はもう早速今期のね、新コスメでございます。こちら、こちらがエトボスのミネラルインナートリートメントベースのラベンダーベージュでございます。こんな感じでプッシュして出てくるようなタイプになっておりまして、このね、下地自体はすごく軽くてみずみずしいです。でカラーがラベンダー系なんだけども、ベージュも入ってるからかすごく馴染みもいいです。自然にトーンアップする感じかな。なんでね、この下地を選ばせていただいたかっていうと、あの季節の変わり目の肌荒れ防止としてこちら使っております。そもそも私がね、季節の変わり目で肌が荒れやすいっていうのもあって、なるべくね、こう肌荒れをしたくないっていうところで、肌がね、万が一こう荒れちゃった時、敏感になってる時にも使えるものが一つあったらいいなと思って今回こちらを選びました。でプラス、あのラベンダーベージュで私がすごいいいなって思ったのが、あの私ね、今年も日焼けしちゃったんです。そう、これからね、秋コスメとかカラー系のコスメを使っていくときに、ある程度肌がトーンアップしてた方がカラー発色もすごくあのいいかなと思って、こちらをね使ってみてすごい良かったので、これをね最近は使っております。まあ、一応季節の変わり目の理由でこちらを選ばせていただいたんですけど、こう敏感肌の時にも私はよく使えるアイテムだと思ってるので、もう年中使っていけるという意味でも、これはね1本持っておいて損ないんじゃないかなと思います。やっぱりさっき塗ってなじませた感じだと、そこまでラベンダー味があるわけではないので、白浮きする感じもないし、自然になじみながらもちょっとこうトーンアップしてくれるところがおすすめです。続いてはですね、眉マスカラになります。 RMK のアイブロウカラー04番になります。カラーとしてはこのようなちょっとレッドブラウン系のカラーになります。実はこれね、私夏に購入したコスメなんですけど、これはね、秋にもすっごくぴったりだと思ってて、秋ってなんといってもイメージ的にこう深みのあるブラウンだったり、あとレッド系とか、そうボルドー系とかのカラーもどんどん出てくると思うんですよ。ってなった時に、やっぱこうちょっと赤みのある眉毛マスカラはすっごいこの秋も使えると思ってて、これから使っていくアイシャドウとかにもとにかくあのぴったりなんじゃないかなと思って、夏に引き続きこちらを使っていこうと思います。あとは私みたいにちょっと地眉毛が濃くって、こう割と明るいカラーにしたい時とかは、やっぱりこうアッシュ系のカラーが程よく馴染んでくれるので、自然に明るい眉毛にしてくれます。そうで、ちょっとね、この眉マスカラにまた合わせたいアイシャドウをね買ってきたので、また後ほど紹介します。続いてアイシャドウなんですが、アイシャドウはね5つ、そうこれでも超絞った方なんですけど、こちらを紹介していきます。まず1つ目なんですが、もう早速今期買ったこちらの秋アイシャドウを紹介します。こちら、ババン、ディオールショーサンククルールの689番のカラーです。今回の秋アイシャドウですごいね、あの話題になってるシリーズだと思うんですが、カラーお見せします。いきますよ、バババババーン。めっちゃ可愛い。どうですか、ちょっとこう落ち着いたカラー展開になっております。5色のカラー展開はこのような感じになります。もう絶対間違いないカラーだと思いませんか。ちなみに私ね、今日このアイシャドウつけてます。ちょっと目元アップしますね。こんな感じの今アイシャドウの色味になっております。今回ね、不思議と、夏に引き続き結構こうボルドー系、こうレッド系、ボルドー系みたいなのが来ておりまして、で合わせて買ったカラーでございます。もう見るからに秋カラーって
分かると思うんですけども、特にこの真ん中のカラーがすごいポイントになってくれてて、割とこう落ち着いたカラーの中でもパキッとした色味とかそういうものを入れただけでより華やかになったりとか印象が変えることができるということで、こういうパキッとしたこうカラーがね欲しかったんですよ。一応ね今このポイントのカラーが目頭から目尻に向けてねこうラインを引いてるように描いてるんですけども、もうとにかく目元は華やかなメイクをね楽しんでいきたいなと思います。この辺でナチュラルにして締めてもいいしみたいな、こう5色な分いろんな使い方ができるかなと思います。次はオレンジ系のもう華やかアイシャドウを紹介します。こちら&B パレットアイシャドウ N カッパーブラウンです。こんな感じのオレンジカラーになっております。オレンジブラウン系のカラーですね。こんな感じのカラー展開です。上3色がラメなのですっごく華やかです。さっきのカラーがもみじ系だとしたらこちらイチョウ系みたいな感じです。もうそれぐらいこうイエロー系としてもうザ秋色っていうカラーが揃ってます。あと、まあ、かつこれはねアンドビンのアイシャドウ全体がそういう印象なんですけど、とにかく華やか、そう発色がすっごく華やかで、こう華やかにしたい方とかはすごくぴったりなあのメーカーさんだと思います。まあ秋メイク毎年毎年絶対間違いないアイシャドウを使いたいって方はもう本当にこちらおすすめします。流行とかそういうのではなくもうザ王道的な部分で使いやすいです。だから一つ持っておけばずっと使えると思います。続いて珍しく単色アイシャドウです。こちらがイヴ・サンローランのベルベットクラッシュ33番です。こんな感じの寒色系の落ち着いたブラウンになっております。ブラウン系ってくくりがちなんだけど、温かみのあるブラウンよりもこうやっぱり秋冬は感じの落ち着いた感じの雰囲気が秋冬はすごく好きなので、そういう意味でこの寒色系のブラウンはもう一つ持っておいて間違いないかなと思います。この単色アイシャドウの私すごくいいところはですね、アイシャドウとして使えるんだけどそれ以上にあのラインだったりとか、あと眉毛にも使える、本当にまあブラシありきではあるんだけどこう眉毛にのせてもすごく自然にやっぱ馴染んでくれるし、まあアイラインとしてもこう主張はしっかりあるけどやっぱアイライナーよりはこう柔らかい雰囲気にしてくれる本当絶妙なタイプで、そういうところでカラー合わせるだけでまたさこう統一感が出るじゃないですか。もうそれが最高にいいんですよ。ブラウンだけでもかなり変わるので、いつも持ってるアイシャドウでプラス落ち着いた雰囲気にしたいとか、そういう手持ちにプラスワンアイテムとしてはかなり優秀なんじゃないかなと思います。続いてこちらエトボスのミネラルクラッシーシャドウのジンジャーキャラメルのカラーで、これもね新しくゲットしたんですが超可愛いです。こちら可愛い、こちらもめちゃめちゃ可愛いです。ちなみにカラー展開はこのような感じになっております。でさっきのアンドフィットちょっと似てるかなっていうところもあるので比べてみますね。こっちがエトボスでこっちがアンドビーになります。まあ、こうやって並べるとねまた絶妙に違いますよね。これをね選んだ理由としてはもう秋のナチュラルメイクはもうアイシャドウこれめっちゃいいんじゃないかなと思って今回選びました。そうやっぱ秋って、まあ、私がさっき選んできたラインナップ的にもそうなんだけどすごく華やかな感じなんですよね。このナチュラルな感じのメイクにしたい時とかこうリップをメインにしたこうメイクをしていきたいとかそういう時は割とこう私はねバランス的にアイシャドウはもうちょっと落ち着いた雰囲気にしてみたりもするんですけど、その時にすごくすごく使えるアイシャドウなんじゃないかなと思ってます。マットなところはコーラル系な感じもあるので春の柔らかいこういうメイクにもすごく合うかなと思って、まあ、本当ナチュラルめに使えるっていうこともあるのでもう年中かなり使っていける万能アイシャドウなんじゃないかなと思います。とにかく時間がない時もうさっと塗ってもう好きなリップを塗って出かけられる、どういうリップとかチークとかとも喧嘩しないアイテムだと思うので、こういうナチュラルめなカラーはねやっぱり秋も一つ持っておくととってもね心強いんじゃないかなと思います。そして5つ目なんですが、これはもうね何回出してるんだろうってぐらい大好きなアイシャドウです。ユーアグラムのグルーミングアイカラーパレット01番、これダイソーのアイシャドウなんだけどもうこれ大好き、もうザ秋カラー
全部詰め合わせましたみたいな捨て色のないカラー展開になってます。カラー展開はこんな感じです。基本的に赤み系だったり王道なブラウンが揃ってるような感じです。私結構前に買った気がするんです。そうなんだけど全然飽きないし、やっぱり使ってて全然その流行りとかそういうの関係なく使いやすいです。すごく私は毎回ねすごいな本当にと思いながらそう使ってます。毎回毎回秋が近くなってくると必ずこれを使いたくなるぐらい全く飽きないカラー展開です。もうザ秋カラーが好きな方もうぜひぜひチェックしてみてください。もう私大好きです。リップなんですが、まず最初にですね今期買ったリップを紹介します。こちらアディクションのザ・リップスティックエクストレームシャインの017番です。こんな感じの透け感のあるブラウンカラーになっております。まさに今つけております。こんな感じです。こちらのリップを購入した理由としてはもうまさに新しく買ったアイシャドウが関係してて、このディオールのアイシャドウがかなり華やかっていうのもあってシアのリップがすごくバランスよく使えるんじゃないかなと思って今期はこちらを買いました。しかもまた面白いんだけどこんな感じ磁石なんですよ。こう使うところでのちょっとした利便性もあります。で仕上がり的にはすごくツヤっぽい感じです。このリップを足すことによってこうより柔らかい雰囲気にも仕上げることができるので、こういつものこうメイクにちょっとまた雰囲気を変えてくれるようなアイテムでもあるんじゃないかなと思います。続いてこちらも今期揃えたものです。ババン、ナイデルビューティーのピュアリップスフレの02番です。こちらがね落ち着いたオレンジカラーになっております。単品で塗っても可愛いしベースで塗っても可愛いかなって思うアイテムです。私去年とかは割とベース系のアイテムでジバンシーをすごく推してたんですよ。そうジバンシーのリップね、こんな感じ。こっちがジバンシーでこっちがスナイデルビューティーなんですが、こっちの方がやっぱオレンジ味が強いです。私がリップのねベースとして塗る一番の推しポイントがこうやって指でぼかすとパウダーみたいにぼけてくれるんですよ。この点私はすごくプッシュしてます。そうこれの何がいいかっていうと、やっぱ自然にオーバーリップしたい時が全然不自然じゃなく塗れる。オーバーリップにしたい時はね、とにかくこの子を仕込んでおくともう自然にボリュームのあるリップに仕上げてくれるので私は重宝しております。まあ、あと個人的な使い心地として割とさっきパウダーみたいにサラサラしたような質感になるって言ってたんですけど、それでも乾燥する感じは全くない。私もこうクーラーが効いたお部屋とかで塗ってたんだけどもうパキパキする感じも全然なかったので、まあ、これから涼しくなる秋、まあ、もしくは冬とかでも普通に使い心地としても快適に使っていけるリップなんじゃないかなと思います。最後もうザ秋カラーのリップを紹介します。こちら NARS のソフトマットティンティドバームの366番です。こんな感じのこっくりブラウン系のカラーになっております。私こういうカラーがもともと大好きで去年買ったのかな、今年も早速もう涼しくなってからすぐ使い始めました。これもさっきのダイソーのアイシャドウじゃないんだけど本当に秋が来ないリップのカラーで、ちょっとこれ再度塗ってみようかな。こんな感じです。すごくない？もう一気にこれだけで秋感が漂ってくると思うんですが、もうそれくらいこっくりしたブラウンカラーになってます。ねえさっきなんかバランス考えてって言ったけど割とこのディオールのねアイシャドウとも相性が良さそうな気がします。うん、なんかいいかも。これは毎年使えるんじゃないかということで一本持っといて絶対損なしリップだと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。もともと秋カラーがすごく好きっていうのもあってかなりね熱量がある回になったんじゃないかなと思います。本当に好きだからこそ絶対間違いがないアイテムたちがとにかく揃ってるので、もうぜひね今年参考にしてみていただけたらと思います。で今回紹介したアイテムたちはとにかくねどんな秋服にも合わせやすいメイクカラーたちだと思いますので、カラーすごく使い勝手もいいのでぜひチェックしてみてください。ということで今日はここまでとなります。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。